ごご覧いいただきありがとうございます現地12月5日から9日まで開催された MLB ウィンターミーティングそしてそれ以降も11日には千賀投手がメッツと契約合意するなど連日大物フリーエージェント選手たちの契約がまとまっている MLB ホットストーブ当チャンネルでは諸事情によりウィンターミーティング中に動画をアップすることができませんでしたのでここから改めて大物 FA 選手を中心に移籍情報を振り返ってみたいと思います ウィンターミーティング初日の12月5日にはニューヨーク・メッツがジャスティン・バーランダーと契約そしてそのメッツと同地区ナショナル・リーグ東地区のライバルにして今シーズンのリーグチャンピオンフィラデルフィア・フィリーズはドジャースから FA となっていたショートストップトレイ・ターナーと11年3億ドルノートレード条項付きで合意しましたショートストップとして3億ドル以上の契約を手にするのはメッツのフランシスコ・リンドーアパドレスのフェルナンド・タティス・ジュニア そしてレンジャーズのコーリー・シーガーに続いて史上4人目11年契約は現在29歳来年6月に30歳となるターナー2033年40歳のシーズン終了までの契約となりますそんなターナー2014年ドラフト1巡目でパドレスから指名を受けますがその後半年を待たずにパドレスのウィル・マイヤーズ獲得を目的とするレイズナショナルズの3チームが絡んだトレードでナショナルズへ その後、2015年に22歳でデビューを果たすと、高打率、高出塁率をキープし、長打も打てる、パンチ力も兼ね備えて、さらに走れるという、ダイナミックなプレイヤーとして、継続して数字を残します。キャリア842試合での打率は3割2厘、出塁率3割5分5厘、長打率4割8分7厘、ホームラン124本、230盗塁、586得点、直近2シーズンでの打率3割1分2厘は、MLB 全体で2位。 389ダーは1位、ツーベース73本は7位タイ、208得点は8位タイ、59盗塁は4位となっていますかつてトレードで放出したパドレスも、今回、熱心に獲得を狙っていたとされますが、フィリーズから満足のいくオファーを受けたターナー、フロリダ育ち、自身を東海岸の男と称しかねてから東海岸の球団を希望していたとされます。 そのターナーの加わるフィリーズのラインナップは超強力です。なお、今シーズンショートのポジションについていたルーキー、ブライアン・ストットはセカンドへ。そしてターナーとはナショナルズ時代以来のリユニオンとなるブライス・ハーパーは11月末にトミー・ジョン手術を受けたため、復帰は7月のオールスターブレイク前後と見られています。そしてフィリーズはピッチャーも獲得。 ブルペンには昨シーズン、レッドソックスでキャリアハイの50試合に登板したサウスポー、マット・ストラム、2年2000万ドルで合意、そしてスターター、過去2シーズンをライバル、メッツで過ごし、昨シーズンは29試合、157.1イニングスで防御率3.49、ウィップ1.19の30歳、台湾ウォーカーとは4年7200万ドルで合意に至りました。 レンンジャーースアレスととににローテーションを形成すすることになりますポストシーズンでの躍進でナショナル・リーグのペナントを獲得したもののレギュラーシーズンでは同地区のブレイブス、メッツに14ゲーム差をつけられたフィリーズこのオフはここまで3億9200万ドルを投しメッツに続いて派手な補強を行っています一方、地区優勝を果たしたブレイブスからは大きなニュースはここまで聞こえてきません FA となっているダンズビー・スワンソンの去就が注目されます。なお、新天地決定に際しトレイ・ターナー、ツイッターでは、ドジャースファンの前でプレーするのは最高だった。思い出は決して忘れない。と、感謝のメッセージ。これに対して、ドジャースのウォーカー・ビューラー。裏切り者。嘘だよ。愛してるよ、ブラザー。ゲットした大型契約。大金を楽しめ。とリプライ。 1> 約1年半を共にしたチームメイトとのほのぼのとしたやり取りが見られましたそんなフィリーズがターナーをメッツがバランダーを獲得した12月5日同じ東海岸の U ニューヨークヤンキースは GM ブライアン・キャッシュマンと2026年まで4年の契約延長で合意したことを発表これにはジャッジの契約の行方に気をもむヤンキースファンからメッツがバランダーフィリーズがターナーとサインし キャッシュマンはテメェ自身とサインしやがったこのタイミングでキャッシュマンのサインのアナウンスをするなんてこのチームには常識がねえなどツッコミが入りますそもそも2009年を最後にワールドシリーズから遠ざかっていることさらに今シーズン開幕前のジョシュ・ドナルドソンアイザイア・カイナー・ファレファ獲得のトレードが成功したとは言えないことその上で アストロズにリーグチャンピオンシップシリーズでスイープされて敗れたことで、ファンのキャッシュマン GM に対してのフラストレーションは溜まっている状況。さらに、アーロン・ジャッジとの契約はどうなるのかとやきもきしている中で、フィリーズ・メッツからビッグコントラクトのニュースが入る。うちは、ヤンキースはどうなんだという中で、ついにチームの公式アカウントからアナウンスが入るも、内容はキャッシュマン GM の契約延長。 もちろん大事なことですがツッコミを入れたくなるファンのその気持ちも分かるような気がしますただそんなキャッシュマン GM 現地7日にはオーナーのハルスタインブレナーとともに今シーズンのアメリカンリーグ MVP アーロン・ジャッジとの契約を9年3億6000万ドルでまとめサンフランシスコ・ジャイアンツとの争奪戦を制してみせましたヤンキースファンのみならず ベーースボールファン、そして多くのスポーツファンが注目したジャッジとヤンキースの契約ですが、同じニューヨーク、ブルックリン・ネッツに所属する NBA のスーパースターは、一味違います KD はナショナルズファンでした。 なお、そんな KD のコメントを聞いたかどうかは定かではありませんが、ジャッジは契約のまとまったその日に妻のサマンサさんとハワイでのバカンスへ旅立っており、記者会見はこのバカンスから戻り次第開かれる予定です。ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃん、じゃん、ポン